では次に、リニアアプローチのアイデアということで、セット全体にこう アイデアをちょっと拡張したパターンをやってみたいと思います。で、まず、EX の4ですけれども、これは右手でタムを移動する、パターンですね。で、最後にハイハットオープンになると。で、この右手の動きだけまずちょっとやってみますね。こういう形になります。で、これを使って、パターン、スネアのバックビートなどを入れていくとこうなります。はい、では次に、EX5 ですね。で、これはさらにこのカップでハイハットでタムと、このセット全体を使ったパターンのアイディアですね。これは昔、ヴィニカリュータが、これに似た感じのフィーリングのアプローチをしてたのをちょっと参考にして作ったパターンですね。まあ、こういった形でタムとかカップに対していろいろなこうアプローチができるというので、まあぜひ参考にしてみてほしいと思います。次に EX6 ですね。で、これは6連を使ったパターンで、で、右手がカップ、左手がハイハットとスネアという、こういった構造のパターンになっています。で、この右手のカップの動きがちょっとこうリズム的にいやらしいというか、これ3連符でいうと3連の4つ割りという形になってるんですけれども、ちょっとその3連符の形にして、この右手のリズムがどうなってるかをまずちょっと最初にやってみたいと思います。で、バスドラをちょっと8分で踏みながらやってみますね。で、今のこのスネアのアクセントの部分、これがライドの、カップのパターンになります。ではちょっとやってみましょい。では、EX7 番。で、これも実はヴィニーカリュータの、よく使うアプローチに近いものなんですけれども、ですね、左手がハイハットとスネアを移動する、で、右手もスネアタムを移動するという、ちょっとこの移動の形が特殊な動きになっています。で、これは7拍子のパターンですね。1、2、3、4、5、6、7で進行するパターンですね。8分の7拍子。じゃあこれをちょっとやってみましょい。次はですね、EX8 番デビッド・ガリバルディの、ビデオの中で紹介されているパターンなんですけれども、ファンクとラテンがちょっとこうミックスされたようなフィーリングのパターンで、まあ、ハイハットでやってもカウベルでやってもカップでやっても非常に面白いファンキーな感じが出るリニアフレーズですね。
最後のフレージングですね、EX の9番これはスティーブ・ジョーダンのプレイしたパターンですね。でこれもまあリニア独特のハイハットの動きが変化するという特徴がよく出ているパターンなので、まあこういった実際のプレイの中にもこういったねリニアのアプローチが結構入っていることがあるのでまあそれの一例ですね。で最初のハイハットオープンだけはリニアになってないですね。このここだけはバスドラムと同時にやりますけど、あとはだいたいリニアになっています。ではやってみましょう。